これは、エフライムの産地の、ま、ラマタイムツファイムに住んでいた、エフライム人のエルカナの物語です。エルカナの父は、エフォノ、エフ、エフォハム、エロハムはの父はエフリ、エフリー、エフリーの父は、トフトフの父は、ツフと言いました。エルカナには、ハンナとペンナという二人の娘があり、ハン、ペナニには何人も、の子供がいたのに、ハンナは子供に恵まれませんでした。 エルカナの一家は毎年ゾ野にあるシノミ宮に出かけ、天地の主である神を礼拝しては、イケニアを捧げました。当時の最初は、エイの二人の息子、オフニとピニハスでした。イケニアを捧げ終えると、エルカナはペン、ペンソナと子供たち一人一人に贈り物を与え、三代に祝いました。 彼は誰よりもハンナを愛していましたが、一人分の贈り物しか与えることはできませんでした。じゃあ彼女の度を閉したので、贈り物をしようにも子供がいなかったのです。さらに困ったのは、ペンソナがハンナに子供がないことを意地悪く言うことでした。毎年角に来ると必ずそうなるのです。ペンナはハンナをあざけり、えー、笑い物にしたので、ハンナは泣い、 手ばかりで、食事物を通らないありでした。ハンナ、どうしたアイルカナは心配顔で覗き込みました。なぜダメないのか子供がいないからといって、そんなに思い悩むことはないよ。あなたにとって、私は10人の息子以上ではないか。ツ、え、通、ー、の滞在中である夜ごと、えー、夕食にハンナは宮へ行きました。 サイシエリが、いつものように入り口の脇のザニ座ザ座していました。ハンナは泣き、は悲しみのあまり、死の祈りながら、激しく、背せび、泣きました。 そして次のような誓願を立てたのです。天使の死を、もしあなたが私の悲しみに目を留めてくださり、この子祈りに応えて男の子を授けてくださるなら、その子を必ずあなたにお捧げいたします。一生あなたに従うとなるししに、その子の髪の毛を切りません。エリはハンナの唇は動くのに声が聞こえないので、 酔っているのではないかと思って言いました。いつまで酔っ払って,酔っ払っているのか、早く酔いを覚ましなさい。イエ最様酔ってなどはいません。たまりに悲しいので、私の胸のうちの洗いざらいに、主に申し上げたいのです。どうか酔いレオ女だなと思い、思い、お思いにならないでください。 そうかよしよし、元気を出しなさい。エスタインの主があなたの切なる願いを叶えてくださるように。ありがとうございます、祭司様。ハンナは晴れやかな顔で戻っていくと、食事をして元気になりました。翌日、エルカナ一家は、こぞって、早起きし、見合い行って、もう一度、主を礼拝し、名前と帰っていきました。その後、主はハンナの願いを聞いてくださり、 ハンナは身ごもって男の子を産みました。ハンナはあれほど周囲に願った子供だからといって、サミエルという名をつけました。翌朝、エルカナはペニ,アペニーナとその子供たちを連れて、ソーンへ年ごとの礼拝に出かけました。ハンナが,この父が、この子が父離れしてからにしてください。この子は宮にお預け人。 するつもりですと同行しなかったからです。エルカナは名付けました。いいだろう。あなたが一番いいと思う通りにしなさい。ただ、主のお心にかなうことがなされるように、こうしてハンナはサミエルが父離れするまで家で育てました。そのうちハンナとエルカナは、生贄として3歳のおうと小麦1個1エパン、か袋入りのブドウ酒を たっさえ、また幼い子、その、幼いその子を角に背登りました。生贄を捧げて終えると、二人はその子を妻子エリアのところへ連れて行きました。え、ハンナはエリに申し出ました。妻子様、私のことを覚えておいででしょうか かつて、ここで主に乗った女でございます。子供を授けてくださいとお預かりしたのです。主は願いを叶えてくださいました。ですから、今、この子を生涯、主にお捧げしたいのです。こうしてハンナは、その子を主に仕えるものとするため、エリーに預けたのです。ハンナは祈りました。ああ、嬉しゅうございます主よ。こんなにも祝福して、 いただいて、私は敵にはっきり答えることができます。主が悩みを取り去ってくださいましたから、私は喜びでいっぱいです。主のように聖なる方はありません。あなたは他に神はないのです。私たちの神のような大岩はありません。思い上がりも壮大さも許されません。主は何もかもご存知で、すべての行為をお裁きになるのです。 力を誇った者が弱くなり、弱った者が今や強くなっています。満ち足りていた者は今上、飢えていた者が満ち足りています。不妊の女が今は7人の子を持ちとなり、退散の女が もうこう見ません。死は殺し、死は命を与えになります。死はある人をと貧しくしまた、ある人々を裕福になさいます。死はある者を倒しまた、ある者を立ち上がらせてくださいます。死はましい者を地にの中から灰の山から引き上げ、高貴なもの,のように、高貴な者の,のように取り扱い、栄光の座につかせてくださいます。本屋は全て死の者のですから、死はこの世界をふさわしくされました。死は信仰者を守れます。しかし我者は、 暗闇に葬りさられます。大も磁力では這い上がられません。主は手向かう者を打ち目の目のめし、天から彼らに雷鳴をとどかせます。主は 死を隅々まで裁き、ご自分を選んだ王に特別な力を授け、主に油すぐわいたものに大きな栄養えになるのです。そのうェエウカナとハンナはサミエルを残してラに帰りました。幼いサミエルは祭司エリの元で死に使えるものとなりました。 ところで、エリの息子は、たちは、死にない合唱にする不動読で、横島の者たちでした。生贄を捧げている人がいると、しもべを送り、生贄の動物の肉が、煮ている大鍋の中に、そのしもべ三つまた、肉刺しの時を溶き刺して、これらは皆エリの息子のものだと宣告しました。海外に生贄を捧げている、 礼拝するために、うにやってくる SI の人々に対して、このように行っていました。時には、祭祀で死亡、祭壇で死亡を焼く意識が行われて、寝、ないうちから、しもべをやって、生の肉をよこせということさえありました。焼肉として、にして食べるためでした。生けにを捧げけている人が、いくらでも、 音に,になって結構です。しかしまず一方の通りに脂肪をすっかり焼いてしまわなければなりませんと答えると、使い物はこういうのです。いや、たった今欲しいのだ。つべこうべ言うなら、力づくてもももだおうぞえ。こんな風に彼ら一前で非常に大きな罪を犯しました。死の捧げ物を侮るようなことをしたからです。サミュエルはまだ子供でしたが、 一人前の祭子のように小さなものの儀式服を規定しに使いました。毎年母親が小さな上着を腰出せ、夫と共に毛にお捧げにするときに持ってきてくれていたのです。エルカナとハンナが過労に着く前に、 エリは二人を祝福し、死に捧げた子の代わりにもっと子供が授かるように死に願い求めてくれました。死はハンナに三人の息子と二人の娘を授けました。一方、少年サミエルは死の下で成長していきました。エリはすでに高齢に達していましたが、えー、身近の出来事についてはよくわきまえていました。例えば息子たちが 聖女の入り口で仕えている女たちを誘惑したこともちゃんと知っていました。エリーの息子たちを呼び告げて注意しました。私は民からお前たちのおぞましい悪行について散々聞かされた。よくも民を罪に惑わすようなことをしてくれたものだ。 少しの罪でも厳しい罰が下るのに、死に対するお前たちの罪は、どれほど重い罰が下るか知られたものではない。しかし息子たちは耳をかさもうともしませんでした。というのは、主は常にこの二人の命を絶やそうとしていたからです。一方、少年サミエルはすくすく育ち、人からも神からも愛されました。 ある日、一人の預言者が来て、エリに、小言葉を告げました。エスタインの民がエジプトで奴隷であったとき、私ははっきり力を示したではないか。そして、ナミール。 同胞の中からあなたの戦争レビューを選んで祭祀としたのではなかったかそのつもりは私の祭壇でイケニアを捧げ、甲を焚き祭祀の服を着て使えることだった。私はあなた方祭祀にもイケニアの捧げ物を分け与えたではないのかな男にどうした捧げ物を一人に責めようとするのか私よりも息子の方が大事なのかよくも、もう親子として、 最初上の捧げ物によって声太ったものだ。聖イヤースタインの神である。私はこう宣告する。デビー族の一門であるあなた方の家系が常に祭祀となると約束したのは確かだが、今やそれがいつまでも続くと考えなったら大きな間違いである。私を、かの、おもじるものをおもじる。私はなるのも私もかのんじる。あなたの家系は だ、挫折する。それ以上、最初の務めに、には及ばない。家族全員、長寿を全うせずに死ぬのだ。弱いを重ねる者は一人もない。あなた方は私が民に与える繁栄を羨むだろう。あなたの一族は苦難と、窮乏に陥る。誰一人、長生きでない。かろうじて生き残った者も、悲嘆に暮れて、日を過ごす。 この人たちは通いによって殺される。私の言葉に偽りがないことを見せよう。二人の息子、ホフニとピニアスは同じ日に死ぬことになる。代わりに私は一人の注射採取を起こす。私、彼は私に使い、私が告げる通り確か行うだろう。その子孫を身が、 未来まで祝福し、その一族を王の前に永遠の祭祀とする。だからあなたの子孫は皆彼に頭を下げ、金と食物をこうになる。彼路にこう言ってすがるだろう。どうか祭祀のどんな仕事でもさせてください。何とか食べていきたいのですと。少年サミエルはエニのもと、泥に仕えていました。その頃、死の言葉が人に望むことは、 マレでした。ある日、年老いて、目を、かす霞んでいたエリが寝、ね、どこにいり、サミエルも契約の箱を暗示した、宮で寝ていました。すると、シャア、サミエル、サミエルと呼びました。サミエル、はい、ここにいます、と答えて、どうしたのだろう、と思って、飛び起きると、エリのもとへ走っていき、サミエルです。何かご用ですかと尋ねました。エリは、気厳な顔で、 呼んだりしていないよ。さあ、戻って休み。と答えました。その通りにすると、しょんまたサミエルと呼んだのに、サミエルは飛び起きて、エリのもとへ駆けつけました。はい、何かご用でしょうか。いや、呼んだりしていないよ。いや、いいから、帰ってお休み。サミエルはまた、主から言葉を、あずをいただいたことがなかったのです。まだ、主から、 お言葉をいただいたことはなかったのです。せっから三度目に呼ばわれたときもエリのもとへ駆けつけました。はい、御用ですか。そのときエリは少年が主によって、手、えー、話が少年に語ったということを悟りました。そこで彼はサミエルに言い聞かせました。さあ、もう一度帰ってお休み。今度呼ばわったら、はい、主をしもべは聞いておりますと申し上げるのだよ。 サミュエルは寝、ね、こに引き返しました。そしははてきさっきのようにサ、サミュエル、サミュエルと読みました。それサミュエルは、はい、書名は聞いておりますと申し上げました。シャア・サミュエルに告げました。私はエスタインに衝撃的なことを行うつもりだ。エリに言っておいた恐ろしいことは全部現実となるだろう。エリの家は永遠に裁かれると警告しておいた。聖は、神を冒涜する息子たちの行為を、エリは手を こまぬいて見ていたことの報いである。私は違う。エリーと息子の罪は、生贄や、さすげものをいくら積もうと決して許されない。サミエルは朝まで寝言語につき、それからいつものように宮の扉を開けました。サミエルは、主のおつけをエリーに話したものか、のか、恐れた、恐れためらいましたが、エリーの方がサミエルを呼んだのです。サミエルを、主は何とおつけになったのだ。 つずみ、隠さず、話しておくれ。先指の、指び、しの先ほどでも、隠してはいけないよそんなことをしたら、神様が、きつく罰してくださるように。サミュエルは、告げられた通りを、残さず、エリに打ち明けました。聖和氏しのみ心だよ。どうかしが、 最善と思われることがないようにトエリは答えました。サミールは成長し、主が常に彼と共におられました。人々はサミールの言葉に真剣に耳を傾けました。こうして、北は、南はベールシバに至る、エスタイル全土にサミエルが有言になったことが死で渡ったのです。それから主は再び都度で、 のみやでサミエルに声をかけました。サミエルは主の言葉を S9 のすべてのために伝えました。